フライングーチは石塚千尋による日本の漫画。別冊少年マガジンにて2012年9月号から各月で連載中。作中には舞台となる青森県弘前市に存在している名所、風景などが数多く登場しており、ファンの間では聖地巡礼が行われている。メディアミックスとして2015年8月にテレビアニメ化が発表され、 2016年4月より6月まで放送された。見習い魔女の木端誠は15歳になったら独立して家を出るという魔女のしきたりに従い、使い魔の黒猫ちととともに実家の神奈川県横浜市から遠く離れた青森県弘前市にあるまたいとこの家、千なつ兄弟のいる倉本家に頼って居候を始めることになった。魔女とは言っても、 まだ半人前の魔事にできるのは、放きで空を飛ぶことだけ。誠は、一人前の魔女になるべく、魔女たちが好むという自然豊かな東北地方の、広崎を舞台に、魔女の修行に取り組んでいく。同級生の石渡直也先輩魔女の犬飼いとはとの、出会い、誠の姉である茜との魔法修行、喫茶店、コンクルシオでのシーナ母子や動物たち、さらには、精霊や、 幽霊や魔法生物などの不思議な存在との交流を通じ一人の若い魔女と彼女を取り巻く人々の想像しくも穏やかな日常の風景が淡々とコミカルに描かれる。弘前市に位置する標高1625メートルの岩木山神奈川県横浜市在住。主人公たちが通っている高校のモデルとなった弘前学院。 聖愛中学校等学校青森県弘前市在住、農家をしている。なお、倉本家のモデルとなった民家もほぼそのままの形で実在しているが、個人宅なので一般公開されていない。なおの家のモデルとなった石場家住宅建物には魔法がかかっており、普段は一般人には廃屋にしか見えないが、二礼二吐く、一礼することで、本来の綺麗な外観が見えるようになる。 コンクルシオのモデルとなった喫茶店のある藤田記念庭園の正面入り口。犬飼いが路上占いをしている広崎公園物語の根幹をなす存在であり、普通の人間と違い魔法が使える女性たち。基本的に血族が代々受け継いでいく存在だが、最近は普通の人生を選ぶものも多く、徐々に数が減ってきているらしい。ジョブというよりスキルであるようで、 魔女について学ぶことによって、普通の人間から魔女になることも可能だが、下手をすると人としての人生すら送れなくなることもある。魔法使いもいるが、魔女千人に対して一人くらいの割合で、とても少ない。魔女になって何をするかは、それぞれの判断に委ねられており、悪いことさえしなければ、大抵のことは認められている。赤根の長距離瞬間移動は、厳密に言えば、 出入国管理法違反であり犯罪なのだが、赤根によると過去に教会と各国と取り決めで不問とされているらしい。新人の魔女には自然が多く主言が豊富な東北地方が人気のようで数多く存在するとのこと。魔女であることは家族や親戚等の関係者以外には秘密にすることとされているが、特に漏洩に対する罰則などはない。 15歳になると立派な大人として認識され、自立するために家を出るという昔からのしきたりがある。魔法が込められており、魔術的な効果をもたらす道具。魔法道具の略。魔女教会が作成しており、教会から依頼される仕事の報酬として渡される。金貨で購入する。2016年4月より6月まで、日本テレビ、青森放送、サンテレビ、宮城テレビ、 BS にテレにて放送された。原作コミックス第1巻から4巻の第21話までのストーリーをもとにして制作された。夜の帳や最終話の後半に登場したドンギョはアニメオリジナルのキャラクターであり、ストーリーもオリジナル制作された。プロデューサーの奈良俊介が原作の3巻が出る頃に表紙に惹かれ、書店で原作を手に取り、 作中で描かれている広崎の風景が背景としてアニメ映えするだろうこと、作品が持つ不思議な雰囲気に惹かれたことをきっかけに企画が立ち上がった。制作スタジオはキャラクターの可愛らしさと広崎の自然の風景や光などをきれいに描けるスタジオとして JC スタッフに白羽の矢が立てられた。現実世界からすると異質な魔法の表現についても 原作者との協議の結果、現実世界に実在することに違和感がないよう、科学実験に近い控えめな表現を用いている。シリーズ構成には、多くを占める女性のキャラクターのセリフにリアリティが出るように、女性である赤おでこが起用された。大きな要素として意識していた背景は、優しく温かみのある画面作りという希望を JC スタッフに伝えたところ、 ムーンフラワーを紹介され、奥村康弘が担当となった。キャスティングは作品に馴染むことを重視し、できるだけ自然で柔らかな声という基準で、オーディションで決められた。原作者から、若い世代は、強い津軽弁をさほど使わないという話があったため、無理には、入れず、方言による表現は、慶や千夏の父、慶次がが担っている。さらに、広崎桜祭りのポスターや、 広崎ネプタ祭り及び広崎城雪灯籠祭りや広南鉄道のラッピング電車広南バスのラッピングバスや停留所でコラボ企画も実施された本作のプロモーションとして作成された約2分のウェブアニメ2016年3月19日から6月24日にかけ4月1日配信の2話以降各週金曜日更新されていた 配信は公式サイト及びバップの YouTube 公式チャンネルで行われ、2017年4月現在、フライングウィッチプチ b d &DVD ボリューム1発売記念編のみが配信されている。登場人物は、約2等身の 3D モデルに書き直され、元から小さい使い間は、少し大きめにデザインされている。内容は本編にまつわる。 小さなエピソードや広告で構成されており、こちらも映像特典として DVD 並びに BD 各館に本編と共に収録された。スタッフ主題歌、ありがとうございます。